鬼滅ロス中の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。僕も絶賛鬼滅ロス真っ只中にいます。刀鍛冶の里編がそう遠くはないということで、そこだけが今の生きる希望です。刀鍛冶の里編といえば上限会議、上限会議といえば無限城、無限城といえば泣き目、泣き目といえば最強、こうなります。サムネにはより一より強いと書きましたが、さてどうでしょうか。皆さんは泣き目の強さ、能力についてどう考えますか。コメント欄で考察をお願いします。ということで、まずは泣き目について詳しく掘り下げていきましょう。いいねとチャンネル登録、共有&コメントもよろしくお願いします。では参ろう。鬼滅の刃、泣き目の決起術、無限城。泣き目はもともと十二鬼月ではなく、鬼舞辻無惨のお気に入りの鬼という扱いでした。無惨が泣き目を気に入っていたのは、泣き目の決起術がとても便利なものだからです。泣き目は無限城という異空間を作り出すことができます。そして琵琶を鳴らすことで無限城の内部を自在に操ることができる。また探知捜索の決起術も習得しており、自身の目玉の分身を徘徊させることで目玉の見た光景を共有することもできます。とても便利な泣き目の決起術。泣き目は鬼ガチャの大当たり、ウルトラレアです。無惨のそばにいることが多かったであろう泣き目は、能力強化のために直接血をもらっていた可能性も高い。無限城の能力の詳細についてですが、異空間とはいえ無限城はどこかに実在する建造物です。原作184話で崩壊した際、辺りに無限城の木材が散らばっていたからです。無限城は地下から飛び出す形で崩壊しました。なので普段は地下にあった。この辺りの公式な説明はありません。産屋敷邸でも地下から人を取り込んでいたことから、おそらく普段は地下を移動しているものと思われます。無惨が地上にいる時はその地下で泣き目が待っている。そして何かあった時、すぐに無惨を無限城に取り込み危機を回避する、臆病者の無惨が喜びそうな能力です。産屋敷邸でも地下では泣き目が全員を取り込む準備をしていた。親方様のおとり作戦の裏で実は無惨もしっかり準備をしていたと。無限城は異空間ということで日の光も入ってこない。やはり泣き目の無限城はとても優れた能力です。鬼滅の刃、泣き目の決起術、戦闘スタイル。泣き目は自身の髪の毛を無限城の壁につなぎ、琵琶を鳴らすことで無限城を思いのままに操作することができます。泣き目の髪の毛は無限城全体に血液を流すためのパイプラインです。泣き目の戦闘シーンは作中でたった一度しか描かれていません。しかもこれは直接的な戦いというものではありません。無限城を操作して全体の戦況を操作しつつ、イグロ・オバナイとカンド・ジミツリを翻弄する役割を担いました。直接攻撃をされてしまうと泣き目は柱相手に一瞬でやられてしまうでしょう。身体能力が強そうには見えないからです。しかしこれもただの憶測に過ぎません。もしかしたら近接もめっちゃ強かったりして、もしも泣き目が近接で戦うとするなら武器は金槌になるでしょう。泣き目は過去に夫を金槌で殴り殺しているからです。泣き目って結構怖い人物なんです。イグロ・オバナイ曰く、泣き目は煩わしさと厄介さは随一。確かにその通りで、柱のオバナイとミツリですら泣き目には触れることができていませんでした。無限城による攻撃についても殺傷能力はほぼないものの、あの時と無一郎ですらかわしきれなかったほどの速さ。本当に泣き目は厄介。たまたま湯城がいたので泣き目を攻略できましたが、人間ではどうにもできなかったかもしれません。鬼滅の刃、泣き目の決起術、無限城の座高に。ここからは応用編です。無限城編の冒頭、柱を消耗させるために使われた鬼たち。この鬼たちは座高にとはいえ加減程度の力を持たされていると姫島さんは言っていました。これは泣き目が作り出したものではなく、おそらく無惨が無理やり作り出した鬼。加減程度の力とは言われていますが、決起術はない模様。なのでルイやエンムのような実力はないと思われます。泣き目はこの座高鬼たちも無限城を使って自在に操ることができます。波の大使なら消耗戦だけでも勝てるかも。柱クラスではすぐに全滅させられそうなものですが、無惨者から鬼を作り出すことはできないため、この座高鬼たちも人間が元になっているはず。ここも泣き目の優れている点なのですが、無限城の能力なら人をさらい放題です。この点泣き目は沼鬼とも似ています。沼鬼は
あらゆる壁や障壁を無視して移動できる異空間の沼を作り出すことができます。この強化版が泣き目の無限城なので、泣き目も障壁などは考えずに移動できるはず。お目当ての人間を見つけたら襖から取り込むだけ。そして琵琶を鳴らして自分の元へ送り、ゆっくりと食らう、または無惨の元へ送り鬼を生み出してもらう。これだけ巨大な無限城を作り出しているのですから、泣き目も相当な人間を食ってきたのでしょう。それに加えて無惨の血も直接もらっていた可能性があるため、やはり泣き目は強いはず。とここまで泣き目の能力強さについて振り返ってきました。ここからいよいよ本題です。泣き目はどれくらい強いのか、果たして頼一を倒せるほどの実力はあるのか、そこについて答えを出したいと思います。鬼滅の刃泣き目最強説。まず泣き目は鬼舞辻無惨にはどうあがいても勝てません。鬼の命は無惨が握っているからです。なので泣き目基準でランキングを考えた場合、無惨が1位となります。ここは一旦忘れましょう。無惨よりも頼一の方が強いのは明確。今回は泣き目が頼一に勝てるかどうかの考察です。頼一に勝てさえすれば実質泣き目を最強とします。そんなの頼一が勝つに決まってる。わかります。泣き目が勝つのはかなり困難。まず頼一は泣き目の無限城に落ちるのか、ここは逃げられてしまう可能性があります。頼一ほどの人物になると穴に落ちる前にその場から退避してしまうでしょう。じゃあダメじゃん。いや、これでいいのです。退避したなら退避したで、泣き目は殺されることがありません。再度出直せばいいだけです。それにわざわざ逃げられるような時を狙わなくても、寝込みを襲ってしまえば大丈夫。頼一も人ですから寝ます。寝込みを襲えば避ける余裕はないでしょう。寝込みであれば刀を持っていないであろう設定です。もしも刀を持っていた場合、無限城を火の呼吸で切り刻まれて終わりです。いずれ泣き目にたどり着き首をはねられてしまうでしょう。なので確実に頼一を倒すためには、寝ている時かつ刀を持っていない時を狙う。これが鉄則。そして一旦引き込んでしまえば、あとはなるはやで吐き出すだけ。地中深くに吐き出す。つまりこれは頼一を地中深くに埋めてしまう作戦です。異空間から地中に吐き出し身動きを取れなくする。頼一に勝つにはこれしかありません。ただこの作戦には致命的な穴があります。それはそもそも頼一を吐き出せるのかということ。寝込みを襲って引き入れたとしても、吐き出すのを頼一が避けてしまえば、泣き目には頼一にとどめを刺す方法がありません。これは反則ですが、上限を召集するか無惨を呼ぶか、刀のない頼一ならワンチャン倒せる可能性が高い。というか刀がなければ鬼は倒せませんから、雑魚鬼に襲わせて消耗させてしまえばさすがの頼一でも。それかもしくは泣き目が金槌で戦うか。頼一も素手では泣き目を倒せません。100年ぐらい戦って頼一の寿命を待つ。それでも一応倒せないことはない。いやでも頼一に殴られてたら無限城も解除されてしまうのでは。そうなると日の光の当たるところまで引きずり回されて泣き目は焼かれてしまう。やっぱり直接退治してはいけない。うまく自分のところに来させないようにしながら雑魚鬼を使って消耗させる。最悪上限か無惨を召喚する。まあでも泣き目の能力があればどうにかして頼一を倒せることはなんとなくわかりました。やはり泣き目の能力は強い。異空間系は最強です。まとめ的なもの、頼一だって人間です。うまく戦えば倒せるはず。泣き目の探査能力で頼一を探し、刀を持っていない寝ている隙を狙って無限城に落とす。そしてすぐさま吐き出すか、もしくは消耗戦に持ち込むか。最悪上限を召集して全力で頼一を撃つ。無惨は呼んでもトラウマで来ないかも。頼一さえ倒せれば他の人間は誰でも倒せます。無惨も焦らずに柱の数を減らしていけばよかったのに。というわけで今回の記事は以上となります。皆さんの感想をお待ちしております。コメントは絶対です。それではまた。